バッタモン会のコスプレメイクができるまで。よいしょー。はい、バッタモン会です。小林裕之です。デブライン松井です。バッタモン山下です。お願いします。この放送はウィッグショップメープル池袋店さんより公開生収録、公開収録でお送りしております。はい、今回もご来場ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい、たくさんのご来場ありがとうございます。さあ、今回は何のコスプレメイクをするんでしょうか。はい、カーイッシュセブンを。カーイッシュセブンね。カーイッシュからカーイッシュセブンですね。はい、攻めていきたいので。そうだそうだ。ナンバー4、ナンバー4、ナンバー4、第4弾、うん、誰でしょう。はい、泉伊織くんでーす。ちょっとハゲてる。ちょっとごめんなさい。敏感なところなんで。はい、はい、というわけでコスプレメイクスタート。というわけで始めていきまーす。イエーイ。伝統芸みたいなのを。あ、そうですね。初見の方もいらっしゃるかもしれないそうですね。あの、それが見れるんだ。そう、コスプレメイクのね、バッタモン会さんのね、はい、お家芸を。伝統のね。まず何からいきましょうかね。はい、眉毛消しまーす。はい、出ました。久々に眉毛消します。ティッシュでーす、ね、汚れと同じだって言ってましたね、昔ね。これはもはや汚れと同じだと。自分で描いた汚れ。不毛な作業ですね。でそのちょっと消えすぎたよか、何も残ってない。ああ、いいですね。で、そのティッシュも、はい、まだ捨てないという、はい、あ、ポーチに戻すという、ね、しかもポーチにあったのに今出しちゃって、久しぶりにあったから、あ、新品出しちゃったね、もったいないことしたなみたいな。やっぱり使うんだから。ネットかぶります。はい、河合さん、あ、はい、はい、改めて画面越しにこの眉毛ない河合さん見るのってなんかいいですね、うん、いいですね。今日の服装もまた相まっていいですね。やから感が強い。やから感がね、すごいね。白ジャケットのやからみたいに見えるんですよ。そう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 。私は二重派なので、はい、二重でかぶります。いいですね。その二重の上のね、網の部分の破れ具合もね、河合さんの初見の方はちょっと面食らうかもしれないという。でもマークが破れてないとこ、前にしたあたり、あ、河合さんプロだ。右、左向くとね、そう、あ、なん見せちゃったよ。あ、いや、すごい、見せちゃったね。今日は、はい、エティアのスピッカーを入れてます。カラコンというわけで顔を引っ張りたいと思います。はい、100均のコスプレメイクを、はい、100均の化粧品で、ね、はいはい、やっていきたいと思います。はい、はい、これはサージカルテープは100均でも買えます。ん、100均でも、100均でも買えます。それは、じゃあそれ100均のやつってこと。あ、だんまり決めこと。ダメだ、これは100均でも買えます。これはもう詐欺師と同じやつ。嘘は言ってない。100均のものでできるんだ。まあ、シュッとさせたいのでね。はい、させたいですね。アイドリッシュセブンって7人組のアイドルグループの、ね、はい、アニメなんですけど、そうですね、今4人目なんですよ、はい、皆さんやってるの、はい、だんだん難しいキャラが残ってるんですよ。今までやったのが最初。不得意があるわけですね、もちろん。そうそう、顔の長さとかもあるしね、はい、体型、顔の長さもろもろありますね、はい、メイクとかもあるんでしょうね。まあ、元の顔に近ければ近いほど、もちろんね。そうそうそう。で、中性的だったり童顔の方が解散の顔には近くなるわけですよね。そうだね、うん、どうしても顔の長さが足らないのでね。なんか独特な悩みですね、顔を長くしてっていう、うん、そうね、まあ、人はまあそれぞれです。それぞれよ。解散が今までやったのが何でしたっけ。まあ、そうちゃんとりくくんと、うん、3月、はい、じゃあベースメイクをしていきたいと思います。はい、今日はですね、はい、キャンドゥのBB クリーム、はい、いつもと違う方が売ってたのでこっちを使ってみたいと思います。お、初めて使うから分かりません。使い心地は分かりません。使い心地は分かりません。初めては失敗してもしょうがないとこあるじゃん。いや、言い訳の材料にしちゃダメだけどね。カイさんは今、あらを隠す、あら隠しですね。はいはいはい。カイさん、あらなんかないけどね。カイさん、あらなんかないですね。ヤマピー、全然映ってないでしょ。そうですか、ヤマピー。そうですよ、ね、あらあったらね、それはもうチャンスですよ。さすが乙女よ。あらなんかないんじゃないですか。そうですね。あらなんか、こんなことをやらせるんじゃないよ。悪意のあるカメラワークを、
我々大好きなんですよ、ね、性格が悪いんですね。はい、じゃあ次ですね、はい、エヴァヴィレーナのコンシーラーでアラをさらに隠していきます。こっちのがなんかしっとりしてる気がする。今回初めて使った、うん、使い心地はいいかもしれない。ビビクリーなんかこっちのがビシャビシャな感じする。ちょっと言葉のセンス、オノマトペで、うん、ビシャビシャな。カエさんのオノマトペドストレートだからさ。キャンドゥのファンデーションですね、はい、こちらで最後のあら隠しをしまーす。どんどん増えていきますよ、はい、コーティングしていきまーす、年齢などもねだいぶ下向きですから、まあみんな10代だったりするんだよね、アイドリッシュ7のキャラクター、まあ、20ちょいとかはいるんですけど、でももうね17歳ぐらいのことが多いんですよ。高校生だよ。そうそう、高校生のコスプレを解散しなきゃいけないんですよ。困ったね、困ったね、解散ね。これ無理がないからすごいよね。29歳女性29歳女性、一回りしたか。そうです、12歳したですね。はい、アイメイクしていきます、はい、エヴァヴィレーナのアイライナー、ダイソーのですね、はいはい、染みないアイライナーです。お、これじゃあまるで染みるアイライナーがあるみたいですね。無根あるらしいですよ。どうやらこれは、うん、どうやらこれは、うん、今同時通訳させてもらいましたけど、ね、なるほど。どんな感じの目を形にしたイメージでしょうかね。こちらがポイントですかね。まっすぐ、まっすぐ、確かに平行な感じですね、うん、そうですね。キリッとやわっとみたいな、うん、確かに目の奥に優しさを、ってことではないんですよね、うん、ちょっとクールな感じですよね。そう、好きなものはクールでシャープなものって書いてあって、はぁ、あ、はぁ、あ、どうしたんですか。つまり具体的に言えば何で、クールでシャープなもの、クールでシャープ、三角定規とかあすげー、コンパスかと思ったもん。あシャープなもので数学ででっけーの使う2つだ2台装備できそうだ、ね、数学の授業で使うでっけーのがあるやつね、それ三角定規とコンパス、縦と武器。とりあえず、はい、上はシュって感じでシュ引いて、はい、目頭はちゃんと書いてあげて、はい、上はシュと目頭書いてあげると、で下のオノマトペが中心ですから、下のラインも半分ぐらい、はい、ちょっとはみ出てる感じですね、はい、元の目尻通り、はい、こんな感じです。じゃあいつものアイテープします。お、今日はだん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 ダイソーの伸びるアイテープです。はい、一体のシワをもう一つ作り出すわけですね。そうですね、まぶたにね、まぶたに無理やり作っていきますよ、うん、ありもしないところにシワを作ると、こんなところにと、うん、どうでしょうか、どうでしょうか、どうでしょうか。さあ次はどこでしょう。このアイテープのところをシャドウでぼかそうかなって思ったんですけど、はい、ぼかさない方がいいと思いますよってコメントが YouTube でも来てたので、はい、どっちのがいいのかなって思っているところです。今アイブロウペンシル、これダイソーで買えるやつですね、はい、これで、まあ、ここにダブルライン的なのを今書いてたんですね、はい、ダブルラインも書きました。はい、でこことここの間を今日は埋めようと思います。はい、はい、はい、キャンドゥのアイシャドウです、はい。真ん中の濃いめのやつを使います。はい、こんな感じにしました、はい。いつもと違うところにシャドウを塗りました。はい、ちょっと彫り深い風になるって感じですかね、影になって。そうですね。してみました、今日は。はい、試しに後で消すかもしれません。ああ、YouTube の編集が大変になるんだ。そういうことが起きると。入れました。という感じで、もう片目やります。はい、はい、はい、両目こんな感じになりました。あ、いいですね。やっぱ両目揃うとね。こんな感じになりました。なりました。すごい。なりました。いっぱいいるな今日。ありがとうございます。およそ3000人じゃないですか、ね、わあ、やっぱ雪の日にメイクしたからな。あれがすごいのは、あれを見に来たお客さんだから。雪の中、雪かき分けてきた。はい、じゃあ眉毛を描いていきたいと思います。はい、さっきのアイブロウペンシルですね、はい、まっすぐにしてみました。ダイソーのアイブロウコートです、はい、これで眉毛をコーティングします。お願いします、はい、
ちょっと青めにね眉毛をしたいんですけどね。なるほど。濃いめの青って感じですね。青するものがねないんですよね。水色なら染めの何かですかね。青くするもの。水色になりすぎちゃうかな。これは前に別のキャラで使いましたね。そうですね。キャンドゥで買えるカラーアイライナー、アイスブルーですね。はい、これをちょっと発色はいいので薄めにのせて。はい、あでもいい感じかも。あれですよね、宝石の国のコスコピライトの時に眉毛ペンシルをいっぱい持ってますよ、お母さんが。はい、これで下書きして今青を塗って、はい、これはねダークブラウンかな。ダークブラウン。これ紫とかいろいろ混ぜてちょっと濃い青にしてみました。なるほど。でノーズシャドウを入れていきます。はい、開けにくいノーズシャドウを今日も忘れたのでもうないのかな。ちょっと最近紛失しちゃったんですよね。と山下さんに早く返してあげてって切に願ってるけど、ヤマピーが取ってる疑惑ね。いい加減返して。ヤマピーが河合さんのファンだから相方だけど物取っちゃうんじゃない。キャンドゥのアイブロウパウダーの、まあ、この間ぐらいですね、うん、この間ぐらいをちょっとぼかしつつ塗っていきましょうね。なるほど。ちょっと濃すぎちゃうのでね。なるほど。でちょっとファンデーションでぼかしつつって感じですね、はい、鼻が曲がらないように気をつけてください。はい、筆でちょっと顎も削ります。はい、3センチ削ると削りすぎだよ。ちょっと弱虫ペナルみたいな表現したくて、血出ちゃう、血出ちゃう、血出ちゃう。顎周り3センチは血出ちゃう。削ったぜーって。ヤスリで。最後ゴロゴロの顔。でもこの辺からカエさん血出すからちょっと。カエさんめちゃめちゃ血出す。血出すから。ここら辺こめかみあたりのかさぶた引っかいて血出したら早くなるっていう弱虫ペナルのキャラがいるんですけど、カエさんはそこら辺の肌が荒れてるので皮が剥がれ。ただただ書いてるだけ、それどうしようかなじゃないんだよ。ポリポリポリじゃない。そうです。痒いなじゃない。血出たら黒だからな。かっこいいなじゃない。かっこいいな。そういうもん絶対ダメだよ。じゃあエースゴールしなきゃな。はい、顎削ってちょっとここもシャドウ入れました。はい、書いてたわけではありません。ぼかしてたんですね、シャドウ。なるほど、我々もそうだよ。ちょっとさっき茶色で書いたところを、はい、黒でなぞってみました。なるほど。なんかより彫りが深くなった印象を受けますね。そうですね、はっきりしましたね、はい、深さが。で、この書いてるのがですね、はい、シミールアイライナーです。シミールアイライナーです。言わなきゃいいのにな。キャンドゥで買えます。キャンドゥが苦い顔する。シミたい方はぜひ。珍しい人、うん。あんまりねえじゃねえかな。染みたくない方はマッキーで。じゃあマッキーの太い染みそうですかね。マッキーも割とダイソーなら染みないから。ダイソー、あ、そうだ、ダイソーのやつがあるか、ね、キャンドゥのやつが筆が細いんですよね。そうそう、そこはメリットですよね。そうなの、書きやすいの。でもその代償としてシミるのカエさんはね、難しいですね。カエさんは命削ってるもんですからね。確かに。はい、キャンドゥのフィクションカラーリップのシルキーベージュを口に塗ります。はい、伸びません。伸びないんですか、ね、そうなんですよ、伸びないリップだから、ね、もう一回使ってるからお気に入りなのかな。色はいいですよね。色はいい、色はいい、ただ伸びない、伸びないから力づくだ。手でなじませてください。で、これを上でファンデーションで押さえてください。はい、どうしようかな。名人証拠、ここをね、今何もしてないんですよ、はい、うん、あ、目の下の方ですね。そう、そうですね。涙袋的なのを、そういえば今日書いてないから、そうなんですよ。だから普通にシャドウを入れるか、はい、マスカラを塗って、はい、押さえる力強くないですか。そうなんですよ。目が陥没していってますよ。どうですか、どうですか。じゃあ軽くさせてくれ。分かるとみんな分かりますって。北斗の剣ぐらいついちゃってちょっと怖いんですよ。涙袋ってキャラではない気はしますね。そうね、なんか平行、平行っていうか、うん、キリッとした目、この動画の中ではね。マスカラくらい、そうですね、マスカラくらいちょっとしておきますか。はい、というわけで、皆さんはお好みの100均のマスカラでやってください。カエカエさんなんか今変なこと言いました。え、100均、100均コスプレメイクなので、もちろん100均のコスプレのメイク用品、メイク用品でコスプレします。そうですよ、皆さんお好みのマスカラを使ってください。はい、ヤマピーが手元を映すのか、
映さないのか。映ってますからね。あ、そっか。河合さんの持ち方的にもう映ってますね。大丈夫、あのだって100均のやつだけでメイクするってことでしょ。サムネの100均どこにほぼってカッコつけとけば大丈夫ですよ。なるほど、エクストラクターの方には100均って書いてあるぜ。書いてますね。まあでもほぼ100均だし。じゃあ100均の使ってるふりをしよう。それ言ったらバレちゃうんだよ。バレちゃう、バレちゃう。やっぱ違ったんだね、今確定したところです。じゃあいいや、オッケー。やめようやめよう、この素直さがね、我々の言うんですからね。あ、まあ、プチプライスのものではあった気がします、確かに。 そんな話をした気がします。でしたっけ、ガイさん。うん、これは割とちゃんとしたのだったわ。ちゃんとしたのだな。ダメだ、でも言い訳の逃げ道が全部ダメだったんだ、ね、100均やつでもできるしね。ほら、解散化粧品に対してメンヘラなとこあるでしょ。そうだ、そうだ、こいつじゃないと。そう、これしか愛せないから。マスカラはそれ愛用してましたね。うん、うね、こいつしか愛せないんだよ。解散はね、たまにね、化粧品メンヘラっていうことを、ね、執着しちゃうんすよね。ほんと大事点でね、説明してあげてほしいんだよな。そう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 。マスカラ塗りました。はい、はい、こんな感じで今日は完成です、うん、はい、ウィッグをかぶりたいと思います。はい、今日はですね、はい、こちらが元のウィッグですね。はい、大好きな加工のしやすいウィッグです。はい、くるくるくる、はい、こいつしか愛せなくなってきた。メーヘラになっちゃうよ、だんだん。あ、お前女になっちゃうよ。 MZ116 ZDF-14 ですね。型番を読まれた。なるほど、はい、でも伝わる人にはなるほどねってすぐ伝わる。せいぜい型番で、まあ、伝わらなかったとしてもよ、動画説明欄にリンクが貼ってあるんでね、はい、見てくださいね。はい、見てください。すごい毛量がちょうどよくてね、とっても加工がしやすいんですよ。はい、長さもちょうどいいし。なるほど。で、こっちが、はい、私が加工してきた方です。はい、とにかく前髪のこのなんだかふんわり感を頑張りました。ふんわり感、なんだかふんわりしますね。そう、ここは立ってるんだよね、やっぱこういうキャラクターのね、前髪ね。あとは後ろちょっと短くして、うん、はい、っていう感じですかね。ちょっと後ろに流してあげてる感じですかね。そうですね、前と後ろで分かれている感じで、とにかくここを頑張りました、私は。もうここだけ、ふんわりと、そう、ここだけ頑張ったの。技術的ですとか大体頑張りました。長さどうふんわりさせたかはね、おのおの考えてね。確かに、どうやった、ちなみにどうやったって説明するとどうなるですか、解散が説明すると。はい、なんかね、ツイッターであったんですよ。でも言っちゃうんだな、ふんわりさせ方。かっこつけねえんだこの人、自分の手軽にしないいいとか。すごいんだよ、でも、はい、こう割り箸をここに挟むのよ。はい、あの割ってないやつ、うん、割ってないやつをこうやって挟んで、うん、めっちゃスプレーシューってして、うん、ドライヤーでやるとある程度ここがね、立ち上がる、ここが立ち上がるんですよ。なんとなく。で、後ろの方はなんか逆上げたって言ってドライヤーとかでちょっとふわってさせてっていう感じですね。なるほど、めっちゃいいよ、割り箸。これはね、メープルさんのワックスなの。あ、エアロボン。合ってます？合ってます。エアロボンで合ってます？エアロボン。コミカルなモンスターみたいな、なんかね、まあ、デジモンとかいる。エアロボン。ビブリボンみたいな。エアロボン。まあエアロボンでカタカナで書いてありますよね。あ、カタカナなんだね。うん、そうそうそう、じゃあ発音がね、こっちが。エアロボンだ。エアロボン。エアロボン。エアロボン。最後ドン、最後ドンみたいな感じで。最後ドン、はい、どれでもいいよ、もう。固めるスタイリングワックス。はいはいはい。これすごいいい固めるワックスだと思います。そうですよ。ウィッグ専用って書いてある。そうで、ウィッグ専用だからね、なんかね、やっぱね。うん、違う、いい気がする。なんかあのギャツビーのとか使ってる時より、うん、まあ、普通の生活量ある。そうそう、なるほどね。大体いくらで買えるんだ。おいくらなんでしょうね。おいくらですか。安い、結構効いてる。河合さんでも買える。うん、完成です。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。